あ、すごい、これは、これ CG みたい。いやいや、すごい。おはようございます。無職旅です。千葉県にある友人の海太郎くん家に来てます。これから出かけます。パトレイバーの話をしていました。で、僕はパトレイバーがバイクに変形するものだと誤解していましたという話です。おしまい。はい、牛久大仏の近所に来ました。で、初めて見た時にさっきあーってでけーって声を出したんですけど、その部分録画できてなかったんで今その話をしてます。あの木どいたら見えました。おー、やっぱでかい。大きい。噛んじゃった。このシーン撮り直しできないのに噛んじゃいました。はいはい、大きい。ね、周りにやっぱ何もない。あ、すごい、これは、これ CG みたい。いやいや、すごい。というのと、この動画で素直に興奮の感情が伝えられて、たどたどしいけど気持ちが伝えられる、作りになってよかったなと安心してます。牛久大仏到着しました。で、こういう風に自撮りするの初めてっていうことと、あとそれを茶化して海太郎くんがシャッター音聞こえますか、写真で撮ってるので、僕はニヤニヤ恥ずかしがってます。入場します。商店街があります。稀勢の里、後で寄ってみましょう。メダカの卵、奥にあります。ポップコーンがありました。あのカウボーイみたいなのでポップコーンっていうやつが懐かしいです。入場料は800円です。大きいです。あれやりましょう。どうやってやる？顔はめ看板。どうやってやると動画的に面白いと思いますか？撮り難しそうだけどね。でも手出すとこあるからできるんじゃない、うん、いや、ちょっと締まりがないな。大きいです。あれ、レシートがある。大仏様の方に行ってみます。大仏様の周りはこんな感じです。花畑越しになんか撮るとこんな感じです。だいぶ近くまで来ました。近くで見るとさらに大きく感じます。足元まで来ました。すごく大きいです。それしか言ってない。大仏様の奥に小動物公園があって、ちょうどお猿ショーやってます。見たい。間に合った。あ、お猿ショー。おー、動物と触れ合えるコーナーもあります。ヤギとかリスとかウサギがいます。で、なんでしょう、この音楽。不思議。大きなネズミがいます。あちらは大きなウサギです。入り口です。これエレベーターなんですね。もう念仏するとき、私たちは浄土に往生することが決まるのです。全然振動もなく、大仏様の胸のあたりまで来ました。なんかそこら辺のこういう感じが予想してたのとだいぶ違います。建物自体も割と新しいけど、その
センスがさらに近代的になってる気がする。フロアを一つ上がったら展示館的な場所になっておりました。サグラダ・ファミリアの博物館的な雰囲気です。こういうのが、これはいいね。ドワドワするのが牛久大仏はすごく大きいという句です。自由の女神よりデブ大きい。鎌ヶ谷大仏、あれ下から見た窓です、きっと。高い。ビルだと27階に相当するそうです。牛久大仏見学終了です。とても良かったです。終盤バッテリーなくなっちゃって動画撮れなかったんですけど、とても良かったです。次の場所行きます。最高。次の場所に移動してます。飯、お昼ご飯にします。お昼ご飯です。炭水化物は少なめに、ダイエット中なので。本日2カ所目、栃木県にある岩下の新生姜ミュージアムにやってまいりました。